どうもアガポニです。今回は密林のサブキャンプと隠しエリアの行き方についてです。というわけでまずはサブキャンプから行きます。エリアとしてはですね、3から行けるのでまずは3まで移動します。で3まで来たらここの崖を登っていくと、ちょうどねこのスタミナを回復してくれる虫がいるところですね。登ったら道なりに進んでいくとここにあります。で発見した後は一度拠点に戻って雑貨屋のおぼろに話しかけるとサブキャンプを設営するためのクエストが解放されるので、これをクリアすることで使えるようになりますね。次は隠しエリアの紹介です。隠しエリアに行くには小樽爆弾を使うことになるので事前に準備しておく必要があります。その上でまずはエリア1まで移動します。そしたらね、ここの左側の壁を登っていくと、そうするとここにね壊せそうな感じの岩があるので、ここに小樽爆弾をセットして離れておきます。そしたら穴が開くんでね、下に降りていきまして、ここに大かけり虫をセットですね。この後はここで A ボタンを押せば飛んでいけるわけですが、空中にいる大かけり虫もね連続して使っていく必要があるので、 A ボタンは連打しておくといいかと思います。こんな感じでね、エリア番号外の小さな小島まで飛んでこれるといったルートになってます。スペースとしては小さいんですが、鉱脈とかねいくつかのアイテムが取れる場所になっているので、来たことがない方はぜひといった感じになってますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。